お、早速見てくれてる人がいます。こんばんは。キスザギャンブラーです。聞こえますか？聞こえますか？ね、音質どうでしょうか？こんばんは。結構いいでしょうか？皆さんが集まるまでちょっと、もう27人見てくださってますけど、待ちましょうかね。今日は、ここは、最近歌の録音をさせてもらってるスタジオの、空間で、インスタライブさせていただいていて、さっきまで歌の録音してました。お、頑張ります。めっちゃ寝ちゃってました。うん。おはよう。今日はね、もう昼から歌を録音してて、昨日もそうだったんで、なんか一日があっという間に終わるんですけどね。最近って言っても、7月1日と2日、また新しいことを挑戦してみようと思って。最近、朝散歩して、帰ってくるときに、コンビニに寄るようにしてて、コンビニに新聞って置いてあるじゃないですか。新聞って、よくおじいちゃんが生きてた頃は、もう、なんか、おじいちゃんが来たら、もう毎朝私が買いに行って、150円で。で、っていうお使いがあったんですけど、それを思い出して、あ、おじいちゃんって毎日新聞読んでたのに私読んでないなと思って。うん。最近のニュースの情報源はなんか SNS とか、オンラインのなんか自分から探しに行かないといけない記事とかしかなくて、なんか自動的にこう、例えばスポーツの記事とかもあんまり入ってこないので、この、新聞を買ってみてんですよね。で、あと、紙で新聞を買うっていうのはあんまりその最近なくなっちゃってるかもしれないんですけど、すごいなんかいい文化だと思って。どうですか？いい文化だと思って、コンビニにスーブ置いてあると思うんですけど、あれを毎日置いてくれてるのとかも、なんかちょっとうるっときちゃって。なんでまあこれから毎日今日これはね7月1日の朝日新聞だったんですけど、朝日新聞とか毎日新聞とか英字新聞とかこれから買ってみようかなって思っているところです。じゃあちょっともう47人集まったんで始めますかね。文字がミラーになっちゃってるけど、じゃあ鏡があったらいいってこと？違うか。まあ、読み上げると、7月7日に道の駅キス・ザ・ギャンブラーというイベントを第3回をやるんですけど、夜ですね、ビューティフル・ハミング・バードさんというか、デュオの、方たちとツーマンライブをやります。でも、めちゃくちゃ楽しみにしてて、もう名曲集みたいなアルバムばっかりで、もう、一曲、今練習してるんですけど、皆さんも聞いてみてください。もし聞いたことなかったら。で、それの、宣伝インスタライブですね、今日は。それと、あと、配信ライブで歌うんですけど、3曲ぐらい歌うので、よかったら、投げ銭もお待ちしております。投げ銭のリンクはストーリーのところに貼ってありますので、そちらから1000円、1500円、3000円から選べるんで、もし余裕がある方はお願いしますっていうこの宣伝でした。じゃあちょっと1曲やりたいと思います。音がなんか変だったら教えてください。
た。8ミリフィルム成長の時代に遠足はいつもそこの山だった。お弁当書き込んで走った。お父さんの流すカーステレを聞きながら、おやつの時間のカーステラを三等分。東京の真ん中で生まれた。校庭は人工の芝生だった。給食の鯛めしが好きだった。母さんの流すアカペラを聞きながら、おやつの時間のカステラを感動という曲でした。ありがとうございます。拍手もありがとうございます。シベリアサンドは私が通ってたプールの行くまでの道のことを結構舞台にしてるんですけど、なんかあの時はバスに乗って行ってて、小学生とかが結構バス乗ってて、ハリーポッターと賢者の石のなんか分厚い本とかをみんな持ってて、それをバスで読んでる子がいっぱいいたんですよね。で、私も買ってもらったんだけど、5ミリぐらいしか、厚さ的に5ミリぐらいしか読めなくて、その頃から文字を読むのは結構下手くそだったんですけど、なんか、あの子賢者の石読んでるとか、バスの中で、あのおじいさん新聞読んでるとか、なんかそういう風景が今思い出すと、みんなが何してるのかなんとなく分かったなと思って。でも最近は電車とか乗ると、みんなスマホを見てるか、寝てるかとかしかなくて、ちょっとコメント欄を見よう。あ、いっぱい来てたんだね。
すいません全然見れてなかったんですけど、あのそうなくて、あ、じゃあありがとうございます。はい、じゃあこれで皆さんのコメントも見れる。ねえ、あのなんか街のその電車の中の風景が、まあみんなが同じことをしてるのも別に悪いことじゃないと思うんだけど、なんかちょっと怖いなって思って、あのまあ iPad だったらいいっていうわけじゃないけど、なんかこんぐらいのサイズで何してるかは、まあ、iPad でもわかんないけど、携帯を見てる人っていうのの姿がなんかそうやって思うとちょっとなんか、なんかあんまちょっとつまんない姿だなと思って、まあなんか別にスマホを見てる姿を誰も見せてるわけじゃないんだけど、なんか自分も含めてスマホを見てる時の自分の姿とかがすごいなんか全然かっこよくないなと最近思っています。でなんかまあスマホの中にあることってそんなに面白いこともなかったりするんだけど、ずっと2時間ぐらい見ちゃったりとか、なんか単純なソリティアとかソリティアゲームとか遊び出したら全然止まんなくなっちゃったりとかして、だったらやっぱりなんか本読むのがちょっと億劫だったら、こういうちょっとね一部だけ記事読んでみるとか、なんかそういう風にしてあの過ごしてみようかなって最近思ってんですよね。皆さんどうですか？あのスマホを見ている自分ってどう見えてるかなって考えたことあまりないでしょうか？あんまりそのコメントがないとこのまま話を進めていくんですけど、あ、こっちで見える。で、なんかそのみんなが何、人それぞれが何をしてるのか、なんかちょっと個性的な街並みがなんか懐かしいなと思って、さっきシベリアサンドっていう曲を歌いました。若干音声が遅れてスローになってるらしい。改善は難しいかな。Wi-Fi かも。でも電波使ってます。そうですよね。やっぱ本、携帯を触ってるって言っても、あの、仕事をしてるかもしれないし、誰かと、LINE とかメッセージを送り合ってるかもしれないし、すごい忙しいかもしれないんだけど、全然知らない人から見たら、なんか、全員同じ姿だから、なんかちょっと、普通にあの、まあ別にそれを批判してるわけじゃないんだけど、自分が携帯を持ってる姿っていうのはあんまり人に見られたくないもんだなって思いましたんです。って感じで、じゃあ次はあの井戸の底の夕日っていう曲をやります。深い井戸の底で夕日が助けてほしそうにこちらを見上げてる。夕日が見てるものは何か知らないけど、求めてるもの。
たらした。ありがとうございます。井戸の底の夕日という曲でございました。コメントを読みます。コメントはあまりないです。彼女の指の動きが見えていいねという。前回リクエストした曲だったのか。このカメラの位置はいいね。カナファンの指の動きがよく見えていいね。同じ人が言ってた。わかる。あ、桃山鈴子さんがコメントしてくれてる。もしかしてあのスマホを触ってる姿の話かね。まさに今スマホを触ってる私の姿をさらけ出してるんですけどね。こういう感じですよ。本当はこうやって片手で見てるんだけどね。それがなんかすごく、例えばあのバーに行った時とかで、バーとか DJ イベントとかライブとかに行った時に、なんか別に友達もいないけどここに来て、であと1時間ぐらいちょっと暇なんだけど、
でもちょっとね、今元気ないからそんなに知らない人と喋る元気ないわっていう時に、早速携帯を持って自分は今これを見ていますっていうことに結構使ったり私もしてて、してるんで、そういう面では便利なんですけど、それと同じことを人前でもしてると思うと、かもしれないと思うと、ちょっとなんか、ね、まあ電車の中でそれやっててもいいんだけど、なんか自分ちょっとかっこよくないなって思ったり、まあ、そういうのはあんま自意識が過剰なのかもしれないけど、はい。電波良くなれって書いてある。来、Wi-Fi 教えてもらった方がいいですか？あ、いい。見てる人の電波が悪いかもしれないです。で。まあ、あと8分ぐらいやったら、インスタライブ終わりますけど、道の駅キスザギャンブラーな、7月7日、七夕の日。この日は、七夕にちなんだわけじゃないけど、カオマンガイが食べれるので、チケット代の中には含まれてないけど、ツードリンク代の、やつでしたっけ。ツードリンク代で1000円払っていただくんですけど、それの引き換えにお弁当を選ぶこともできるので、カオマンガイ食べてくださいよ。あと、それは、7月7日の、日曜日で、ビューティフルハミングバードさんとツーマンライブで、この配信ライブは、投げ銭を受け付けておりますんで、ベースオンラインショップのリンクをストーリーに貼ったので、見終わって、ちょっと、良かったなって方は、投げ銭してやってください。引き換えにね、今日は、くず餅の、歌詞を書いたイラストの、待ち受け画像、7月の待ち受け画像を作りました。今回は、前回は古着画像っていう、なんか懐かしい、懐かしいって言っても、多分私と同じ世代の人にとっては、懐かしいデザインの画像にしたんですけど、結構どぎつい色で、あの時、ガラケーで見てた分にはそんなに、飽きなかったんですけど、スマホのこの、レティーナディスプレイだっけ、なんか、超が、色も全部 100% 出せますっていう画面って、高画質で見るとこんなになんか飽きるんだなと思って、今回は飽きなさそうな可愛らしいデザインにしたので、ぜひ、ね、ダウンロードしてくださいね。7月27日はフジロックもありますんで、あ、そうだ。7月7日の、道の駅キスザギャンブラー来ていただいた方は、私が作ったシティバイクレコーズ時代の、4コマ漫画コースターをプレゼントしようと思って、持っていきますので、先着順ですね。なくなっちゃうかもしれないので、プレゼント付きです。ね、あ、待ち受けにしてくれてるんだ、静止さん。飽きてない。ありがとうございます。今回のはもっと飽きのこないデザインになってて、この感じにもっと可愛いキャラをいっぱい足したって感じですね。で、あと言いたいことは、7月7日の7月27日に、フジロックフェスティバル2024のピラミッドガーデンに出演することが決まってるので、まあ結構なんていうか、行くのハードル高いフェスだと思いますけど、私はいますので、もしかしたら会えるかもしれないっていうことで、遊びに来てください。不安な人はなんか初めてのフジロックとかで検索したら、もしかしたら有益な情報が載ってるかも。ちゃんと行けるんですよ。新幹線と、送迎バスが越後湯沢から出てるんで、なんか行けるんですよね。泊まったりするとちょっとハードル高いですけどね。前の待ち受けは、家の人に気がつかれて、ちょっと恥ずかしかったけど気に入って使ってくれている方がいるそうです。今回のはそんな恥ずかしくないと思います。じゃあ、その待ち受け、投げ銭特典の待ち受け画像にも採用したくず餅っていう曲をやって今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。70人も見てもらって。いやー、ありがたい。ありがとうございます。
覚にも記憶がない、楽しいことも思い出せない、ただ透き通った音で書き残すだけ、それはくず餅の皮のように震えるだけ、私は鹿と会話知ってればいいんだからさ、そんなもの見ないで言葉などにしなくていいから、の手紙書きたい、郵便局に行くのめんどくさい、でも文字を書いた時に確かめるから、遠い君のことだけ考えるから、辛い時は出任せに、そんなものに身を委ねないで、本当のことを喋りすぎるから、山の木々のようには仲良くできない、生活のテンポが早すぎるから、落ち込んだ時にすぐそこにある優しさや奇跡を見落としてしまう、日記書くにも記憶がない、楽しいことも思い出せない、ただ透き通った音で書き残すだけ、それはくず餅の皮のように震えるだけ、私は鹿と会話してればいいんだからさ、そんなもの見ないで言葉などにしなくていいから、5ページくらいの手紙書きたい、郵便局に行くのめんどくさい、でも文字を書いた時に確かめるから、遠い君のことだけ考えるから、辛い時は出任せに、そんなものに身を委ねないで、余白のある時間を生み出したいから、早すぎる乗り物には乗りたくないね、誰か思う気持ちを育てたいから、会いたくても会わない、言いたいことは全て日記の中閉じ込めて、さようなら、ありがとうございました。本当に30分、お疲れ様でした皆さん。今日も、今日は水曜日ですね、あと2日とかの人もいるかな、頑張っていきましょう、さようなら。あ、これじゃない。これじゃない。まっすぐしよう。